ターニングポイント賢者の選択。今回のゲストは住宅の設計、製造、販売、施工を手掛けられています三沢ホーム代表取締役社長竹中信夫さんです。まあ、最近といいますかもう10年20年ぐらい前からでしょうかね、ライフスタイルの多様化ということが言われるようになりましたよね、はいはいはい、そうするとお客様のニーズっていうのはどんどん多様化している。そうすると家を作る方は大変だろうなって気がするんですが、どのあたりがこう違ってきてるんですかね。まあ、一昔前に比べますとね、はい、例えば住宅1戸の例えば間取りを取りますとね、例えば和室が少なくなってきた。これ寂しいぐらい和室が減ってきてますよね。昔は必ずありましたね。ありましたね、仏間もありましたね、はいはい、それからちょっと地方行きますと和室の二間続きっていうのがありましたね。ありましたね。ところがあって、そういうものはやっぱりちょっと今もう本当に減ってきてますね。で、一つ一つの住宅に対して、まあ、やる今風の、お客様が中心じゃなくて、あるいは家族が楽しむ住宅、だから住宅のゾーニング自体がやっぱり変わってきてるということが一つと、それからもう一つはやる住宅だけではなくて、その住環境、自分の生活環境、周りの、周りの住環境にウエイトを置く方がやっぱり非常に増えてきたと思います、だから住環境という場合はそのどこに家を建てるかをまず探すとか、まあ、建て売りの場合には、そのここ周りを見て家を選ぶということですか。はい、まず一つは街並みっていうのがあるんだと思うんです、で昔はご自分の好きな住宅を建てになるという方が多かったように思いますけれども、やっぱり街並みに馴染む住宅で、私どももそういう住宅のデザインをなるべく提案するようにしているということが一つありますね。あとは割とエネルギーとかね、そういうので太陽光のパネル貼った家も増えましたね、もう一つは環境と教育ですよね、はい、でやっぱり PV を立てるというつけるというのは今標準化してきておりますし、ストックを生かす、リフォーム、あるいはリノベーション、まあ、リフォームですよね。一つのリフォームって言いますのはいわゆるそのより住まいやすいようにしようということなんですけども、それだけではなくて実は資産の活用なんですね。資産の再活用の形なんです、そういう意味でやっぱり資源を大切にしよう、環境に優しいことをしようということを考えれば、その一つの手法がリフォームであるとかリノベーションであるとか、我々はそういうふうに捉えています。まあ、そうした流れの中で200年住宅なんて言葉よく最近聞くんですけど、これはどういうことなんですか。まあ、耐久性があるっていうのはすぐ分かるんですが、この200年住宅っていうのはハードだけではなくて、実はソフトの部分っていうのが大切なわけですね。どういう部分なんですか。建物が長生きするだけではなくて、お住まいになる方も長生きしてくるということになりますね。それ健康にいいってことなんですか。ですからその私どもの住宅がそのお客様のライフスタイルが変わったときにまだお役に立てるものでなければいけない。例えばですね、最近収益還元価値っていう言葉がよく使われます、つまりお客様がお年を召して、それでどっかの施設に移りたい、あるいはこの住宅を売却して田舎に帰りたい、そういう方だってたくさん出てくると思って、移り住みっていうのがこれからものすごく多くたくさん出ると思います。その時に何十年も前にお建てていただいた建物が何の役にも立たない、何の価値にもならないというんでは全く200年住宅の意味がないんです。そこでその時に売却する時でもきちっと収益になる、お貸しする時でも収益になる、そういう収益還元価値ですね。それはすごく大事だと思いますね。ですから私どもは、第二の年金を目指そうということで、やらせていただいて。日本ってね、僕非常に不思議だと思うのはね、土地の価値はものすごく認めるんだけど上物の価値っていうのはあんまり認めなくて、何年か経ったらもうタダになってしまうっていうね、これヨーロッパなんかと比べると全然違いますよね。そうですね、でその中でですね、そのきちっとそういう仕組みを作るということが大切ですし、それから価値のあるものを作り続けるということが大切なんですけれども、それ以上にですね、大切にしたくなる住宅じゃないとダメなわけですね、それにはデザインが良くなきゃダメなんです。おっしゃる通り、そこへこう戻ってくるわけですね。ですからそういう意味でもデザインというのは非常に大切だということだと思います。それとね、一つ私驚いたのは、南極の昭和基地、大体ご覧の方も学校で習われたと思いますけどね、そこと三沢ホームの関係があるっていう、これはどういうことなんですか。1968年に
初めて昭和基地の建物を受注することができまして、まあ、ご承知の通りマイナス45度、風速60メートルのブリザード、非常に厳しい環境ですよね。ですからそこでも随分いろんなことを勉強させていただきました、うん、どういうことがこう生かされるようになったんですか。そこでやっぱり高気密、高断熱、高耐久、うん、これはもう一番の基本ですね。でこういうこの設計の仕方、あるいは施工のやるノウハウというのが、うん、今の住宅に生かされていることでもあります、また新しい住宅というか昭和基地の建物を受注したんですけれども、うん、これは自然エネルギー棟というんですが、自然エネルギー棟、はい、これはもう相当大きな建物です、でこれはもうそこでもやっぱり太陽の光を集めて、蓄、うん、熱板に集めて、それをその熱と太陽の光で、うん、隊員さんが快適に過ごせるようにしてくれると、そういう技術も南極から勉強させていただいております、うん、ああいう厳しいとこでですから、まあ、言ってみれば極端なケースを学ぶことによって、こう我々の世界でそうです、それがまた簡単に利用できるというか、逆に言えば、まあ、簡単ではないんですけどね、それはもう本当に普通の住宅、国内で住宅を作らせていただくのに大変役に立っております、まあ、そうやってこれまでこう蓄積されてきたノウハウですね、はい、これは次へ行くっていう時にはどういうふうなアイデアをお持ちなんですか。はい、ミサホームの中では ZEH から LCCM へということを最近よく使うんですね。ちょっと説明していただけますか。ゼロエネルギーハウスからライフサイクル CO2 マイナスへというふうに、まあ、考えを変えました、よくわかりません、はい、まだ。さあ、それでは気になりますライフサイクル CO2 マイナス、この住宅がどのようなものか取材してきました。ご覧ください。ライフサイクル CO2 マイナス住宅はミサホームが2030年を想定して完成させたコンセプト住宅である。その設計に携わった石塚さんがモデルハウスを案内してくれた。ライフサイクル CO2 マイナス住宅っていうのは、今までは居住時のその CO2 排出量がゼロ以下ということで作っていたんですけれども、今回はその建物の生産、建設、居住、そして廃棄、リサイクルするところまでのその家の一生を通したその CO2 排出量をマイナスにしようと、こういう建物になっています。それを実現する根幹の仕組みが、太陽の恵みから電気と熱の2つのエネルギーを生み出して活用するカスケードソーラーシステムである。太陽電池モジュールで電気を作り、集中管理によって利用を売電、蓄電など効率的なコントロールを実現している。パネルルーバー冷暖房といいまして、このルーバーの中に温水を通しまして、冬は輻射式の暖房として使うというものです。で夏は冷水、およそ7度から10度ぐらいの水を通しまして、やはり輻射式の冷房として利用するというものになっております。カスケードソーラーというその太陽熱を利用した床暖房システム、これは屋根の一番上に温まった空気が行きますけれども、その空気をこの柱の中にあるダクトで床下に搬送して、このちょうどその LDK フローリングの範囲の部分にその空気を溜めると。でこの下にあるそのコンクリート部分で蓄熱をします。でその蓄熱をした熱を夜放熱することで、床暖的に使うというのがこのカスケードソーラーの仕組みです。太陽エネルギーを徹底的に利用するということで、その太陽光による発電と、それから太陽熱利用による暖房と、それから太陽光も直接徹底的に利用してあげようと。この住宅は天空からの太陽光を取り入れ、光の路地と呼ばれる東西に伸びる明るい廊下を作り出している。また日本の伝統的な田の字ゾーニングにより、光の路地と十字に交わりながら南北に吹き抜ける風の道もデザインされている。ここでは外部の気候を利用しながら室内の環境を良くしようという試みをしております。で一つがこの風の通りです。でこれはルーバーがたくさんありますけれども、この天井のルーバーの奥にシーリングファンが仕込まれておりまして、その温度は自動的に判断をしまして、シーリングファン、それから、高窓、それとあとトップライト、これが自動で運転あるいはその開閉するようになっています。でこの建物でいうと大体65年ほどで、その建設時の CO2 排出は、全て相殺することができるという計算になってます。いや本当にこう未来型と
という感じですけどね、まあ、今回出させていただきましたのは、いわゆる2030年モデルとしてまあご提案をさせていただいたわけでありますけれども、まあ、あのエネルギーをですね、例えばこれからどん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 工夫して確保していかなきゃいけないんですけど、今よく言われている例えば太陽光であるとか風力発電であるとか、これはいわゆる自然エネルギーを相手にしておりますから、自然エネルギーから取るエネルギーっていうのは不安定なんですね、確かに風が吹かなければ、ね、発電できないってことですもんね。雨が降ってると発電できない、ですからそれにはやっぱり蓄電池、例えばリチウムイオン電池なんか、こういうものも必要になってくるでしょうし、ですから安定的にあのエネルギーを確保できるというものをまずもっともっと工夫していかなきゃいけないと、それから 今まではあの一軒一軒でそのやるエコエネルギーっていうのを考えられておりましたけど、これを町ぐるみでとにかくエコな街にすると、もう電気で言えばグリッドを作るような感じですね。そうです、スマートグリッドの考え方ですね。でそういうものをやっぱりこれからやっぱりさらに発展して実現していかなきゃいけないということじゃないかと思います。それからもう各社さんあの2年後ということで発表になっておりますけれども、あのプラグインハイブリッド、それから、まあ、電気自動車、そうです、それから EV ですね、電気自動車、でこういうものがこれからはもう間違いなく将来は主流になってくる、ということは車が住宅の一部になってくると、そうなんですよね、やっぱり言えるんじゃないかと思うんです。私もあの割と自動車が好きなもんですからね、この前も電気自動車ちょっと試乗させていただいたんですけれども、自動車っていうのが蓄電池の役割をすると、だから自動車乗ってない時はその家庭の電力をそこへこう貯めて、あるいは家庭の電力をそこから使うっていうね、そうです、ちょっとあのこれまで考えられなかったような発想ですよね。もうこれはもう大変大きな変化だと思いますね、ただ車 の技術っていうのは大変な技術があるわけですね、そのいわゆる車の技術を住宅の中に活用する、住宅の力を今度車に活用する、そういう互換性のあるものができてくると思う、でそれにはやっぱりもう少し時間がかかるということで、今私どもはトヨタ自動車さんと一緒に開発を進めております。なんか未来住宅の姿が少しこう見えてきた気がしますね。この後、住宅だけにとどまらない竹中の経営戦略に迫る。